目薬、今日も面白い動画を作り、ロートに誓った忠誠の心、絶え間ぬ努力で済んでるところ、このところ気になってること、それは弟の横柄な態度、出たがり出しゃばり目立ちたがりや、クールぶってるけどまだまだ坊や。何言ってるかよくわかんない、滑舌が悪くて聞き取れない、 YouTuber としても致命傷、そりゃ俺も上がらんわモチベーション、チャンネル登録数10万人、掲げた目標は遥か遠く、遠くに落ちない特に芸もない、そろそろロートからも見放されんじゃない。いやいや心人気半端やない、ファンクラブだってできてるやん、響き渡るは称賛の声、今やその名声経典超え、とはいえそんな私を飛び越え、世間で一番話題の絵画、音と私のお絵描き対決、そこで見れるのは恐怖の絵画、一度見たらトラウマレベル、きっとロートも頭に来てる、再戦求めて勝とうとしてるけどやめとき、結果は見えてる、勝負は決まった、心がウィナー、これぞ本物のエンターテイナー、そろそろ終わりのこのサイファー、心はやっぱりネバセイネバネバネバ、攻めるポイント間違ってる、てかむしろ自分に跳ね返ってる、謎のキャラクターネバしい、顔とか声とかマジ鬱陶しい、あの画力で他人をバカにできるか、できるかな、子供のお絵描き以下、自分勝手に勝利を宣言、でも心も画力ない全然、心チャンネルバイロートとか言ってるけどただのど素人、頼る先は実の弟、そろそろ認めなよ依存症を、この出演は無賃労働、でも俺はいつでも本気モード、心の無茶ぶりを音が落とす、これがチャンネルの真骨頂。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言い過ぎと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。